なかったです、うん、ご紹介でいきなりもそうです。僕ともう一人大衆演劇の、まあ、僕のお兄ちゃんみたいな存在の大衆演劇の役者さんがいて、立花大吾さんという方がいるんですけど、なんか大衆演劇の劇団からは僕とその立花大吾さんの二人が出させてもらって、大五郎さんの、幼少期の役で出させてもらったんですけど、だからまあ行ってなんか撮影してるうちになんとなくちょっと実感してくるというか、すごいところに来たのかもしれないというか、なんか普段いない場所だから、なんかすごいその違和感はね、なんとなく断片的にはね覚えてますね。多分そのぐらいだと思います。2003年だと今何年前ですか。じゃあ11歳に公開、じゃあ10歳ぐらいに撮ったんだ。でもまだ全然小さいですもんね。もう小さいですよね。それがものすごい大きいきっかけでしたね。だからでもね、ほとんど覚えてないですね。もうなんか異様な光景というか、なんか全然なんかいつもと違うから、なんとなくその景色は覚えてるけど、今で言うとやっぱもう竹下さんの映画に出るなんてもうとんでもないですけど、その時はやっぱ分かんなくて、唯一覚えてるのがなんか撮影してたらなんか監督が呼んでるって言われて、竹下さんのところに撮影中に行ったんですよ。そしたら竹下さんがあの撮影姿でこうやってなんか立ってる景色を覚えてて、でその竹下さんのとこ行ってタップやるかって言われて、タップが何かも分かってなかったんですけど、やるかって言われたからやりますって言って、そっからタップの練習が始まって、さザトウイチの最後のシーンに本当は出る予定じゃなかったんですけど、最後のタップお祭りでみんながタップしてるところに急遽出ることになって、そっからたけしさんの家の地下の練習場でたけし軍団の方とたけしさんとヒデボーさんっていうタップダンサーの方が、はい、ザトウイチにも出てるんですけど、のなんか DVD 見ながら練習したりとか、それはねすごく覚えてますね。あの作品に携わった中で一番なんかこう自分の中で印象深かった、うん、思い出です。でも緊張感っていうのはもうなんとなくでもない感じ、うん、なんかよく分かってなかったですね。ありますよね、なんか、うん、そうですね。だからそれがきっかけで少しずつこうテレビに出させてもらうようになったりとかで始まっていったような感じだと思います。それ以降はねずっとテレビにあのレギュラーで出させてもらったりとか、もう今はない番組なんですけど、誰でもピカソっていう番組があったんですよ。ここもあれですかね、呼んでもらったというのはあれですが、たけしさんなんですかね。なんかそれがね分かんないですよね。僕はもう当時は言われるがまま決まったことをやっていくみたいな感じだったんで、どういう経緯でとか、どういってなんでそういうことになったのかみたいなのね、よくわかんないですよね。なんかたけしさんとのなんかこうエピソードみたいなのなんか覚えてますか。いやだからそのタップ、さっき言ったあれがすごい鮮明に覚えてるのと、あと何の時だか忘れたっすけど、芸事はちゃんと習っといた方がいいというか、こうちゃんと勉強しといた方がいいよみたいなことを言われたのを覚えてますね。ピアノでも音楽でもピアノでもいいし、それこそタップみたいなダンスでもいいし、芸事はちゃんとこうやっといた方がいいっていうのは言われたのは、なんか子供ながらになんかすごく覚えてます。なんでか覚えてるんですよねそれが、うん、でもその2つぐらいですごい鮮明に覚えてるのは、うん、でも そんな変わんないですね。多分お芝居をさせてもらうのは舞台も映画も、まあ、ドラマとかもそんなに変わらない。まあもちろんなんだろう、やっぱりその本番までにかけていく時間の作り方とかは違うし、舞台と映像だと、まあ、それこそお芝居の手法とかもちょっと違う部分はあるかもしれないですけどね、そんな変わんないです、まあ、映像だと特に舞台と違って稽古期間がないから、自分一人でこうなんかこう考えて作っていく時間っていうのはやっぱ圧倒的に舞台よりも映像の方が多いですけど、だから映像の方が瞬発力みたいなのがすごい大事なんだなっていうふうには思いますけどね、うん、映画の違う来た時は決まるキャスティングというか、ああいやもう本当にバラバラですね。なんかすごい前からちゃんと役も決まってるものもあれば、すごいざっくりとこんなお話でこんな感じでみたいな時もあるし、それこそもうすごいキンキンで急遽みたいなこともありますし、結構ねその作品によってバラバラです。
オール広島ロケでしたね。そこでのなんか大変さみたいなのがあるんですよね。いや僕は本当そんなに行ってないんで、言っても多分合計で1週間ぐらい撮影に行ったぐらいなんで、ずっと行っぱなしっていう感じじゃなかったんであれですけど、まあ、撮影がある時に行ってまた帰ってきてまた行ってみたいな。でも他のね、それこそ主演の方たちだったりこうずっと出てる方たちはもう2ヶ月3ヶ月ぐらい多分もうずっとそこでの生活だったんで、どうだったんだろう、その話は聞いてないですけど、僕もちょこっと行っただけでしたけど、なんでしょう、やっぱ土地によって空気感も違うし、まあ、それこそやっぱ映画の作品作りをしているみんなのところにいた方がその空気感にでどん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 こう馴染んできて、なんとなくこうその世界観にこうスッと入っていけるような感じというか。でもコロの地に関してはもちろん決まった時はねすごい嬉しかったですし、また改めてあの白石監督の映画の過去作品を見たりとか、まあコロの地の最初の作品を見たりとかして、なんか今割とああいう映画ってなんかまあ少ないというか、あってもエンタメ寄りというか、またしかも新しい時代になってきてるし、また別の時代の薬剤映画みたいなが多い中、僕もなんか薬剤映画ってすごい身近にあったんですよ。というのも父親が大好きで V シネがもう常に流れてたから、昔その南の帝王とかなんか仁義なき戦いとかすごい割と身近にあって、結構子供の時にその衝撃的な映像だったから、なんかすごいこうこびりついてて、で白石監督の孤狼の血を見た時になんかその感覚に近い感覚になったというか、今でもちゃんとその当時のなんかヤクザの、まあ、かっこよさとかグロさとかなんか生々しさとか、人間というよりなんか動物的なエネルギーというか、プラス白石監督のなんかオリジナルのなんか色合いがあって、僕としてはすごいその作品に出れるのが嬉しくて挑んだんですけど、でも行ってみてもやっぱりなんだろう、本当に俳優陣も大先輩のすごい方たちばっかりだし、でスタッフの皆さんもそうだけど、なんかね稀に見るなんかもう本当にみんなが一つの方向に向かって行ってるというか、何の迷いもなく、やっぱね全員が同じ気持ちになるってすごい難しい、何にしてもそうじゃないですか、一緒になってちゃんとやっていけるっていうのってなかなかないと思うんですけど、でもその現場はなんか別に言葉交わさずともなんかすごいその集中というか、すごいねこうみんなが一つになってる感じがものすごくて、でまたエネルギーもすごかったし、でましてややっぱねコロナの状況になって映画もなかなか作れなくなったりとか、結構大変な状況の中で絶対何としてもいい作品を作るみたいな思い入れもあり、主演の松坂さんも前作の役所さんから引き継いでのなんかこう思いがあったりとか、本当それぞれがすごい強い思いを持って集まっていた現場だったから、なんかその中に入っただけでもうそれこそあのヤクザの世界のような、なんか一瞬気を抜いたら殺されるじゃないけど、そのぐらいの緊張感を自然と持たせてくれるような現場でしたね。共演者とはその交流というか、前の作品1回だけご飯行きましたね。ご飯つってもその頃やっぱ外にそんなに出れない状況だったんで、関係者だけが行けるお店っていうのを用意してくれてて、他の方が来ないというか、でそこで前舞台で共演した中村獅童さんとご飯行きましょうって一緒に行って、でそこで飲んでるうちに他の出演者の方たちとかが来たりして、で一緒に飲んで喋ってみたいなことは1回だけありましたけど、みんな役にハマっててこのセリフアドリブなんじゃないかなみたいなことをなんか思ったりね、現場で白石監督が付け足すみたいなことはありましたけどね。僕のシーンだとなんだろう、斉藤工さんがまあ僕の兄貴分なんですけど、襲撃されて撃たれて、そのあのはい路上でみたいなところは割とそのアドリブっていうのに当てはまるかもしれないですね。あの台本には書いてないセリフを言うみたいなので、でもアドリブっていうよりでもみんななんか持ち寄ってましたね。なんか現場でまず段取りやるんですけど、そういう時にやっぱそれぞれのキャラクター作りでやってましたね。うん。広島弁、オール広島弁ですもんね、なんか、はい、どうでしょう。いや、割と子供の頃の V シネのおかげかもしれないですね聞き馴染みがあったそんなにはっていう、すんなり入れてっていう感じすんなりというか、まあそうですね、もう行っただけでやっぱその緊張感はあるから、なんか自然とその世界観に入れた感じはありました。そうですね、逆に決まったことがあんまないかもしれないですね、その舞台映像関係なく、うん、その役その作品の自分なりの捉え方でなんか多分作っていく感じがあるんで、
毎回この作り方でやってるっていうのはないですね。